たら来たか。ああ来た、噂をしたらガトリングみたいな排気口だな。わ、ゴーストこいつか。ゴースト。うわあ、本当にお化けみたいなヘルメット。こいつがゴースト。お前らが新入りだな。新入りっす、はい、よろしくっす。より早いやつ、より度胸のあるやつに従え。一代目の定めたルールを。いや、んなことないっすよ。暴力の方が最高っすよとかってこいつらの前で言うんじゃねえの。ビビりすぎだろ。え、暴力と恐怖による支配に勝るものはない。うわぁ、すごいこと言い出しちゃったよ。痛みと恐怖は動物的な本能に訴えかける。このさ、新入り二人は俺の予想では、あ、そうっすよね。わかるだろう。それ、わかるっす。最高っすとか言いそう。ひどっ。うわぁ、お、つつくな。たやさが絶対などという一代目の思想は、本能に反するもの。そうなの？こいつ2代目とか、実はこいつ2代目の頭とかじゃないの？もしかして。アウトローの世界で物を言うのは、暴力だ。まあそれは確かにそうかもしれないな。昔の道島組にいた、クセの兄貴も言ってたからな。へい歓迎の挨拶代わりに新人にマウント取りに来たってわけか。わあ、なんか、進んじゃった。え、何？知り合い？おかしいな。え？新入りは2人だって聞いてたの。ああ、人数は違う。そうですか。誰の紹介だ。これまさか周防さんの名前出しちゃうんじゃないの？てめえ。え、ここでバトル、もしかしてやられんのか。おい。うわ、マジかよ。やべえ。やべえ。サツが潜らせた犬かもしれない。尋問しろ。あ、尋問でいいんだ。はい。拷問かと思われた。おい、誤解だって。やがみっち。あ、もうダチ扱いしてくれてる、あいつら。カルタ。誰か、こいつを知ってる奴はいるか。紹介したやつは。結構有名人だよ、カムロ町では。誰もいないのか。さっきの新入り以外、誰もお前を知らねえみたいだ。真実って書いてある。やっぱ雑の犬か。いや、そういうわけじゃないんですけど、まずいな、この人数相手じゃさすがに、いや、さすがにきついわ。確かに。何、バトルすんの、はい、やべえ、マジか。クソ、やばいな。どうする？おい、ゴースト、何勝手なことやってんの、てめえ。ふくよかな人は。匂うんだよ、こいつは。誰の紹介かも言えねえようだしな。仇に手出すんじゃねえ。うちのルールを忘れたか。なんか一応幹部の人かな。事情がわからねえ。怪しすぎる。殺すの犬なら。まあでもこいつ鋭いな。放っておくわけにはいかねえだろ。年季入ったライダース来てるけど。そうは言ってもな。この人でもどう見ても暴走族に見えないんだけど。あんたゴーストだっけ？何者かわからないのはあんただって同じだろ。あ、確かに。ああ確かに。あんた素顔を隠してるんだって？チームで誰もあんたの正体を知らないんだよな。逆にお前が警察の潜入捜査員じゃないの？あんた自身が殺の犬だったら。これもしかしたら当たってんじゃね。なんだと。割と合ってるかもしんない。正体不明のやつがさ、人疑うのはどうかと思うよ。そんなこと言うならあんたの顔見せてくれ。うわ、単価切ったな。確かに一理。何調子乗ったこと脱がしたんじゃ。ぶっ殺すぞボケ。このチームは暴力禁止ですよ。お、なんか来た。そいつ面白いじゃねえか。スオさん来たじゃん。そんな、何、そんな白い特攻服着てんの。スオさん、やば。あいつがスオ、元風紀委員長の18歳。この状況で単価切れた、いい度胸してやがる。え、面白い野郎。全然風紀委員長の面影ねえじゃん。こいつはうちのボスを侮辱しやがったんです。このままじゃ話すの一応名前あるんだね。金杉、お前とこいつどちらが偉い？偉い？そんな、何ランク？それを決めるのはお前でも俺でもね、ルールだ。これもしかしてどっちが早いか競わされられる？より早いやつ、より度胸のなんかそういう気がしてきたと思ったよ。レースで決めろとか言うんじゃないの？
メイドインヘブン唯一にして絶対の法、俺たちにとってのただ一つの正義。全然高校生な感じしねえじゃん。これは意味がねえ、クソくらいだ。ルールこそ風紀委員長がなんか言ってる。それ以外は等しく無価値だ、覚えておけ。いやーすげえ言い切ったぞこいつ。バカにしてるだろ。わかるか金崎。てめえも文句があるなら俺たちの方に従え。もうバカにされてるよ完全に。矢神探偵気に食わねえならレースで決着つけりゃいい。なるほどな。レース、まあそうなると思ったよ。ああ命を懸けたデスレースだ。いやいやもう危ないことはやめよう。うわー盛り上がっちゃった。すげえ今まで全然喋ってなかったくせに。赤松さんなんか引っ越しの CM に出てる人に似てんだ。レースで金杉に勝てばお前は自由だが負ければ金杉を好きにさせる。怒られるってこと、うん、勝ちゃいいわ。でもこっちスクーターしかないけど大丈夫か。感謝貸してくれよ誰か。お前がさすがにスクーターじゃ勝てねえよ。そう、勝てば自由ってことはさ、俺が勝ったらメイドインヘブンに入ることも許されるんだよな。あ、そういうことだよな。もちろんだ。おいおい、たとえお前が何者だろうが勝ちゃ文句は。なるほどね。そう、いいのか。あ、でも赤塚さんも本当に犬かもしれねえぞ。実際はそんなに味方じゃないんだらね。ルールは絶対だ。うわー、そんなカリスマ性あるね。よし、まだまだ調べなきゃいけないことがあるんでね。チームに入れりゃ好都合だ。いやスクーターでバトンの、いやヘルメットはつけようぜ。このレースは何でもありだ。このなんかえ綾野浩二みたいなやつ出てきたけど、石段のリーゼントの男。いいか、このレースは何でもありだ。相手への妨害も自由。レース中なら相手をぶん殴ったっていい。マジか。てめえのような素人がテカだけで勝てると思うな。必要ならバットでもナイフでも持ってくるんだな。危なすぎる。うわ、デスレース。これが暴走族でのミニゲームになるんだな。概要ですけど、暴走族とレースを行います。ヘッドより先にゴールすると勝利になります。レースの流れ。レースではヘッドが先行した状態から開始されます。ヘッドとのデスレースの前、まず絡んでくるバイクを倒さなければなりません。タックルやブーストなどでこれらのバイカーを、規定数倒しましょう。その後ヘッドとのレースが開始されます。レース開始とともにゴールが設定されます。この一周の間にヘッドを抜きゴールに先につけば勝利となります。ヘッドは特徴的な妨害を仕掛けてきます。妨害をうまくかわして目指しましょう。わ、これなんか操作あるのか、もしかして。そんなもん必要ねえや。レースの腕前にはそれなりに自信があるんでな。え、そうなの、バイク運転してたの昔。ほう、面白い。なんでだって、卑怯な真似はせず壮大まで登り詰めたんだろ。へん、バカな野郎だぜ。須藤さんでもねえのにんなことできるかってんだよ。相当買われてるなこいつ。始めろ。ここで勝たなきゃ話にならないぜ。大丈夫かな操作。不安しかないんだけど。これ負けそうで怖えな。うわ、スクーターじゃん。もうねえ、そんなずるいって。お前らずるいだろそんな。こっち原付きですよ。こっからバイクとか。うわー、操作。左スティックで走行レーンを移動します。プレイヤーのバイクは走行中のレーンをキープし、コーナーでは自動的にコースに沿って曲がります。R2 でアクセル、L2 でブレーキです。なるほどね。R、アクセル、ブレーキ。こっち待って、もう一回、操作説明。アクセルが R2、ブレーキ、ガード。ブースト、ドリフト、タックル。タックルは四角か。なるほどね。とりあえず、これが、ブースト可能です。爆発的に加速することができます。ブーストは、ブーストゲージを貯めることで使用できます。ドリフト、バツやウィリーなので、ブーストゲージを貯めてみましょう。おー、溜まる！すげえすげえ！おー、すげえ！お、面白い！なにこれ、面白いじゃん！ブーストゲージ、これ、溜まるとなんか光るのか？ブーストを使用時には体当たりでバイカーたちを倒すことができます。ブーストでバイカーを倒してみましょう。行くぜ、バイクブースト！おー、あれ倒せなくね？ブースト使用時には体当たりでバイカーたちを倒すことができます。ブーストでバイカーを倒してみましょう。あー、そういうこと？おらおら！バイカーはタックルでも倒すことができます。タックルは、さあ、左スティックの中に入れつつ、四角で使用できます。難しいな、これ。ウィリーでは？おら！おらいしょ！うわ、すげえ！
こんなことやんの。バイカたちは攻撃、バイカたちの攻撃は L か L、R1 にガードができます。なるほど。あぶね、これガードしてきんのか今。今ウィリーできねえんだな。でブーストだけど、まだなんだろう、敵が来ねえのかな。62キロしか出ねえじゃん原付き。ていうか62キロも原付き出た。あ、やばい、危ない。何それ、危ないでしょそんな。ダメだっつってんだろ、ほら。オッケー、バイカーたちの攻撃はガードでき、ガードしなきゃいけないのかこれ。このままでいいのか。ああ、ガードできた、これでいいんだ。え、残りのバイカーを倒してください。なるほどね、オッケー。まっ、おら、おめえ許さねえからな。危ねえ、危ねえ。スクーターと単車の対決とかやばすぎだろ。おら、やべえ、もう早すぎてダメだわ。おお、やべえ、あー、くそ、やべえ、うわー、なんかひび入ってんじゃん。危ねえ、これ何、爆竹投げてきてんのこいつは。追いつくか。危ない、危ない、危ない、オッケー。こら、こら、よっしゃー。おー、ここからはヘッドのデスレースです。ヘッドより先にゴールしましょう。これ、届、え？でもだいぶ離されてるけどさ。間に合うのか、これ。ヘッドとのデスレースで結構距離、保たれてるな。やべえ、もう80キロ出てる、すげえ。そんな出んの？でも煙出てるけど、この原付き。やばすぎ。あー、追いついてきたわ。ブースト、あー、追いついてきたわ。危ねえ、危ねえ。これどっち、え、これこっちでいいのか。合ってるな。危ねえ、あぶ、うわ、ブースト使ってきやがった、いつも。ウィリーだとあんまり距離伸びないのかな。ブーストアックルー、あれダメだ。いや、難しいな、これ。ヘッドとの勝負、難しいぞ、これ。あぶね、あぶね、あぶね。ブーストもう一回ぐらい食べ、あぶね、勝った。なんか、寂しく勝っちゃった。てか、原付きで勝負すんね。てか、これ、煙出てたけど大丈夫か。え、なんかお金ももらえるのこれ。度胸とアピール力が。お金もらえるんだ。誰が出してんだ、このお金。出資元。スクーターに負けてるとか情けねえな。いや、スクーターに負けるは情けなすぎる。スクーターってか、これ、原付きじゃねえな。80キロも原付き出ねえだろ、改造してねえと。単車が負けるってやばいだろ。動画よりもそっち排気量250か400かあるだろ。こんなのに負けたのか。金杉に勝つとはな、やるじゃねえか。お前、名前は？矢神だ。矢神だ。矢神か。覚えておく。あいつには勝ったんだ。約束は守ってもらう。ルールは絶対なんだろ？もちろんだ。ルールは絶対だ。お前ら覚えとけ。こいつは矢神。今日からメイドインヘブンの一員だ。おお、認められた。まあ盛り上がってんな。確かにちょっと楽しそうだな、これ。どうやらスオの言う通りのルールは絶対らしい。より早いやつ、より度胸のあるやつに従えか。だったらスオをレースで任すことができれば、俺の言うことも聞かせざるを得るんじゃないか。いや、まあ、そうかもしれないけど、まずちょっと、バイクとか仕入れられんのかな、これ。ずっとこの、使って戦うわけじゃないよね。聞きたいことだって簡単に聞き出せるはず。いや、それどころか暴走族を解散しろ、そう命令すれば。なあ。なあ、ソウさんよ。ああ。なんだ？あんたと走りたい。どうすりゃ勝負してくれる？いや、なんか四天王を倒せとか言われんじゃない？俺と簡単に走れると思うだ。認めたとはいえ、まだまだ雑魚。そんな奴と走ったら腕がなまっちまう。少なくとも俺の次に、早い三人のヘッド、奴らに勝ってみろ。うわぁ、ベタな展開来た。爆音雷竜にレイジーエンジェルズ、そしてゴースト一派、この3つのグループのヘッドのことだよな。どうする、そいつらに勝てば俺と勝負してくれるのか。ああ、約束するぜ。うわあ、そういう系なんだな。ベタな展開来ましたよ。ザコを倒して、またさ、その3人のうち誰か1人最初に倒したら、まあこいつはこの3人のうちでも一番最弱みたいなお決まりのセリフ来るんだろうな。
道のりは長そうだが、暴走族の総解散、真の目的は隠しておこう、その時が来るまでは。バレてんじゃないの。でも、あ、アピール力は、あ、結構、うわ、めっちゃ上がる、アピール力。これもうすぐ3に行くな。あ、まだ続きがあったんだな。お、名前なんですか、カルタと。いや、その言い方やめてくれよ。ヤガミッチー、マジすごかったよ。マジパネ、マジパネ。おうおう、ゴーストさんに目つけられた時はマジでヤガミッチ殺されるかと思ったぜ。ああ、俺も肝を冷やしたよ。それじゃヤガミッチのメイドインヘブン加入記念に最後に一発あれ決めようぜ。何やんの。ああ、なんかまた嫌な予感しかしないんだが。あれ、ああよろしくやんの。あ、よろしく。やってた、目がいっちゃってる、左と右。お前ら薬やってんだろ、どう見ても。これサムネ決定だわ。それじゃあな、ヤガミッチ。いや、騒がしい同期がいたもんだ。うわー、アマさま見ないでくれ、ごめん。そんな格好見ないでくれ。ヤガミさん、お疲れ様です。なんかすっかり馴染んでましたね。よろしくとか恥ずかしすぎる。見られてたのか。その格好すごくお似合いですよ。バカにしてんだろ、甘沢。やめてくれ。ところで、そういえば甘沢、このバイクどうしたらいい？止める場所がないが。ああ、それなら近くに父が借りてるガレージがありますので、今からそこにご案内します。あ、そんなとこあんだ。なんかまたいい雰囲気の絵だな。もしかしてガレージってここでなんか改造したりバイクの改造とかできるってことから。ここか。どこだ。うわ、すげえ、いろいろ揃ってる。うわ、だ、え？うわ、すげえ、なんか豪華だな、確かに。父からいつでも自由に使っていいと許可をもらっていますので。え？甘さんのお父さんなんかやん、暴走族だった、もしかして。お父さん太っ腹だな。放置しっぱなしのガレージでしたからね。バイクのメンテナンスも込みでよろしくとのことです。ああ、なるほど。了解。早速使わせてもらうよ。うわ、ガレージでできること。うわ、なんか楽しそう。楽しそうなこと出てきた。え、ガレージではコマンドを選択することで以下の行動ができます。カスタマイズ、所持金を使用してパーツを購入しバイクをカスタマイズ。走行練習、ヘッドの出てこない練習走行。デスレース、夜にガレージに訪れることで次のデスレースへ向かう。つまりここからこのユースドラマを進めるってことかな。車種の変更はできる。複数のバイクを所有している場合、バイクの乗り換え。またガレージのメニューで×で偉人町のガレージ前に戻ることができます。なるほどね、いろいろできることがあるな。うわー、すげー、カスタマイズ。うわー、すげー。てか車種変えて今持ってるから。あ、これ確かね、確かこれはダウンロードコンテンツだった気がするな。確かカスタマイズ。うわ、なんかいろいろ、うわ、すげえ、かっけえ、なに、こんなんできんの。41万5千円あげえ。ボディ。うわ、なんかす、3、うわ、金かかる。シート。うわ、42万。マフラー。うわ、高え。高えけど、かっけえ、日本マフラー。ホーン。うわ、かっこいい。うわ、すげえ、めちゃくちゃかっこいい、これ。これ性能関係ねえのかな、保温は。で、カラーはブルー、赤、白、黒。わ、黒だな。メタリックもあるんだ。グレーかな、これ。どう？パープ、いや、黒かっこいい、黒だろう。で、ステッカーが、ダッサ。ダッサ。マックス。うわ、すげえ、かっけえ。でも、金かかるな。カスタマイズとかいろいろ、車種とかどこで手に入れるんだろうな。ここがガレージなんだ。わ、すげえ、バイクガレージってちゃんとあるね。わ、すげえ。いや、すごかったわ。いやー、楽しそうだな。こっからなんかいろいろ増えてくんだろうな。どうしようかな、次。結構ね、ちょっと今回今50分近くやってるんだけど、ちょっとね、動画を2本に分けようとは思うんだけど、少しね、時間が足りないから、危ない危ない危ない。これはドローンを出して、そうすると、ザ・キャラが消えるんでね。
あれってかユースドラマもうこれ以上進まないのかな。暴走族で集中力3にしたんだけどな。集中力3にしてもう一個なんか新しいユースドラマできますよみたいな項目があった気がするんだけど、気のせいだったかな。いやー指導力がなんか上がん、どうしよう、ちょっと天さんのとこ行ってみるか。他のユースドラマをね、なんかね、進めないとダメな可能性も出てくるな。多分なんか、集中力は3に上がった時なんかメッセージ出たけど、他の進行とともに解放されるみたいなこともあった気がするな。あ、てか夜じゃん。夜ってことは博士先生いるのでは？博士先生、いるかな？博士先生いる？わ、いたー！こんばんは、博士さん。あ、矢上さん、こんばんは。よかった、来てくれたんですね。かわいい。ええ、まあ、約束ですしね。あと私の秘密のことは、あ、血が苦手だって言ってたよね。保健の先生やってるけど、秘密、血が苦手ってやつか。そうだな。そうだ、だったらこっちをやろうかな、とりあえず。もちろん、誰にも言ってませんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、矢上さんなら、ペラペラと喋ることなんてないと思ってましたけど、何その信頼関係。お前らもうできてん、まだ3回目だぞ、これ会うの。言っとくけど。疲れが溜まったらいつでも来てくださいね。私が真心込めて手当てしますので。この手当てされた後体力減るんだよな。手当てに付き合っていただけましたら、お礼にお土産だって渡しちゃいますし。それは楽しみですね。まあ多少リスクはあるけど、博士さんのためだし、俺にとっても悪いことじゃないからな。怪我とかしたら、ここにいた博士さんの手当てを受けてみるとしよう。今、体力ゲージ減ってる？あ、減ってるね。じゃあ受けるか？こんばんは、博士さん。あら、矢上さん。こんばんは、どうしましたか？せっかくし何か話していこうか。世間話をする、手当てをしてもらう。なんでもない。世間話なんかできることあるか？ああ、ないね。じゃあ手当てしてもらうか。手当てしてもらうほど疲れてないんだけど、約束だし博士さんの苦手克服に付き合おうかな。最悪の場合痛い思いするやけど終わる可能性もあるけど。思いとどまる。失礼だろ、おい。しっかり手当てしてもらおう。うん。ちょっと手当てしていただきたいんですけど、嫌が、露骨に嫌な反応。わかりました。お任せください。手当の、塩梅はどうしましょう？塩梅？手当の塩梅か。情熱的な手当。無難な手当。情熱的な手当で。これなんだ？気合の入った手当お願いできますか？わかりました。では、本気で行かせてもらいます。看板を見せてください。これなんだ？わあ、いいな。なんか、ちょっとエッチだな。ふん、ふん、いや、そうはならんだろ。そうはならんでしょ。手当てだよね。ああ、いでででで、減ってしまった。体力が。矢上さん、大丈夫ですか？これは、俺じゃなかったら死んでましたね。そんなに何をしたんだ。すみません、次は絶対に成功させますので、これはお詫びの品です。何もらえるんだろう。謎の、あ、これはご丁寧にどうも。今日は本気の訓練に付き合っていただきありがとうございます。できればまたよろしくお願いいたします。これ何も上がんないの、ゲージも。もう一回手当てしてもらうか。じゃあさっきのは、さっきなんかすごい方法だったけど、これは無難な手当てをしてもらおう。普通で大丈夫です。無難、至極無難にお願いします。わかりました。では、幹部を見せてください。で、さっきの、こうやって、こうして。あれ、うまくいったのでは？ふう、どうですか？矢上さん。ああ、良くなってる。おお、なかなかいい感じですよ。体が楽になりました。本当ですか？それは良かったです。まあ、そこまで大した手当てでもないんですけどね。いえいえ、成長を感じますよ。またお願いします。これなんかゲージ上がるか？特訓に付き合っていただき、ありがとうございます。できればまた、よろしくお願いいたします。今度は情熱的な手当てでも、やれるかも。これ、一回こっちで成功したら、次あっちで成功するってことかな。この、振りってことは。じゃあ、情熱的な手当てしてもらおうか。これ、何回もやってもらうの大変なら、一日にどんだけこの人、怪我してんだろうと思われないから。ちょっと手当てしていただきたいんだけど。じゃあ、情熱的に、わかりました。本気で行かせてもらいます。ふん、ふん。ああ、治った。すげえ。ドリアーが良くなかったんだな。
さっきの場合は。ふう、いかがですか、八神さん。バッチリですよ。素晴らしい手当てでした。体も軽いです。それは良かったです。私の音響伝って何よりです。さっきと一緒かな。何くれるんだろう。スタミナムライト。おお、くれたね。ああ、とりあえずいいか。じゃあ、あとどうしようかな。ゲージ、あげようかな。プレゼント大作戦で結構いろいろ買ったんで。確かね、どれが欲しかった。どうだったら、この人がなんかね、こういうドリンクあげると結構上がるんだよな。あ、上がった上がった。あ、結構前回の上がりもあるんだな。じゃあまあ、このゲージ上げるのはまた、動画やってない時にでもやって、で、また、上がりそうになった時に動画にしようかな。うん。と、まあ、こんな感じで、とりあえずまた次回は、ちょっと、沢先生が心配ではあるんだけど、一通りまあ、とりあえず、ユースドラマをもうちょっと進めようかな。うん。とりあえず僕はね、早くカジノにね、行きたいんですよね。で、カジノで行くことによってあることができるようになって、まあ、ある景品がちょっと欲しくて、そこにあると言われてる。それはちょっとね、調べちゃったんですけど、まあ、それが目当てなんで、とりあえずカジノがオープンできるようにユースドラマを進めていこうかなと思います。はい。じゃあね、今回はこの辺で、ちょっと早いかもしんないけど終わりにしようかな。うん。でまたね、次回の動画でお会いしましょう。では、ご視聴ありがとうございました。